아주 멀리 떨어져 있어도 다시 볼 수 있다고 믿고 있어. 너와 함께 있으면 어떤 일들도 할 수 있을 거라고 생각했어. 둘이서 함께 걸었던 그 길을 지금 혼자 걷고 있잖아. 오늘도 내일도 앞으로도 함께 할 수 있을 거라고 착각했지. 도대체 왜 너는 다시 만날 수 없는 곳으로 멀리 떠나가버린 거야. 나는 아직 어떤 사실도 받아들일 수가 없어. 어떻게 할까. 韓国に戻っていくことでもどかしい気持ちと嬉しい気持ちで感情が複雑。携帯をじっくり見ているとき電話がかかってくる。아가기싫다시간진짜빨리가네ゼウは彼女の写真をじっくり見てから部屋を去っていった。真夏の思い出は、ここから始まった。準備を終わらせたゼウは下北沢に向かっていた。留学の間来たことのある町をゆっくり歩きながら町並みを楽しんでいた。最近寒くなったら暑くなったら大変だよな。ゼウはパン屋の窓を見ている中、サヤカを見つけ一瞬止まってしまう。しばらく固まっていたゼウはパン屋に入った。いらっしゃいませ。あ、今日のおすすめはありますか？少々お待ちください。本日はこちらのカレーパンがおすすめですよ。ありがとうございます。すいません、お会計お願いします。はい、ただいまお伺いします。少々お待ちください。あ、이거어떻게하지에이모르겠다カレーパン好きなんですね。あ、好きです。ゼウはちらっとサヤカを見ていた。コマスムニダ、またお越しください。あ、はい、また会いに来ます。ありがとうございます。
ああ、全然何も言えなかったな。ああ、彼知り合い？いえ、あ、はい、この前お店に来た人だと思います。あんなにカレーパン買う人いたっけ？初めてじゃない気がします。さやかは呆然と窓の外を見つめていた。ゼウは下北沢の街を歩いていた。ああ、なんじゃだしょうれは。来年ダンス大会があるらしいよ。マリ、バイト中だから少し静かにして。ごめん。でもでも決勝は韓国だって、すごくない？韓国？ゼウとサヤカのストーリーは今始まった。